やはり王子は生きていたか。指輪はどうなっている？ルナフレーナは逃亡中にて。すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあれば。ひとまず捕らえてみるのがよかろう。六神の力とは人知を超えたもの。その力はカンナギの求めにより王へと与えられると聞く。カンナギは良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした、今や帝国軍を率いているのはそなただ。ですが今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。いよいよ新しいとこに入るね。ようやく砂ぼこりから解放か。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ。なんか有名なとこある？この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。湿地帯。チョコボが生息する森もある。来た、チョコボ。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルムの町がある。イリスが避難するって言ってたとこ。ああ、そろそろ着くんじゃねえか。確かメテオで動いてるって町だよな。六神の話の。ああ、熱をうまく動力にしているそうだな。へえ、なんかすごそう。いろいろ面白いもんがありそうだな。長旅の前に給油しておこう。スタンドによるぞ。俺たちもだいぶ外の道に慣れたな。ノクト、運転したいならいつでも変わるぞ。レスタルムな。待ってるね。イリスか。タグ、兄貴にかけねえで。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。彼女はレスタルム？一回合流するの？そこの看板見た？チョコボだって見たくない？おいおい、レスタルムは後回しか？まだ先じゃん。ちょっとだけ寄ろうよ。よし、見に行くか。おほほ、楽しみ。準備はできているか。あ、よし、行くか。Thank you.
メテオ、実際あっただろ。あったね、燃えてたね。下で支えてんのが巨神な。へえ、絵本の中の話と思ってた。六神とルシス王家は神話の時代に共闘した仲間同士だ。うわ、マジ？結構マジ。しかしいまいちピンとこねえわ。本人がこうだからな。そりゃどうも。このトンネル、すごい綺麗。どんな街なんだろうな。おお、この街でかいな。久々の都会って感じだな。あれはどこまで行くんだろうな。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだ、ここならホテルもありそうだ。行くぞ。結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。イースはリーウェイホテルに泊まってるそうだ。地震ってやつか。どうした？なんか頭いて、と思ったけど。大丈夫？平気、治った。あ？イリス、みんな生きてる。足あるね。ある。ハル元気そうだね。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああ、そうだ。時間取れ、いろいろ聞きたい。よく無事だったな、ジャレット、タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません。孫のしつけがなっておりませんで。ええよ。ありがたいお言葉でございます。では、そろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、オート、どんな感じだった？お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、
なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。なんだよ。あのね、ルナフレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって、無事でよかったじゃん。わかった。ありがとう。じゃあ、ゆっくり休んでね。ねえ、ボスケ。あいつらはみんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ねえ、私たちも行こう。ああ、分かった。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。では、お気をつけて。一番最初は市場かな。ついてきて。ここ夜になるとすっごく素敵なんだよ。ここパーテラ市場って言って何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。お前が好きそうな店あるもんな。ああ、わかる。いいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。興味ありまくりだな。ちょっとやってみたいって思ってんだろ。わかる？かっこいいじゃん。でもやっぱりオートと違うね。びっくり。じゃあ次は展望公園にしよう。オートとは違うけど、こんな家もいいよね。
ここの飲み物全部いいんだよね。そうなんだ。こんな車乗ってみたいな。だな。着いたよ。ここペゴラー展望公園っていうの。ほらあれ、メテオが見えるんだ。抜くとなんかこれ内緒のデートっぽいね。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレーナ様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。嫁さん昇進だってすごいじゃないか。子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。俺もありがとな、楽しかった。うん、喜んでくれて嬉しい。あのね、市場で買ってたのノクトのだから。でもまだ内緒、楽しみにしてて。おかえり。じゃあタルコと町で聞いたって話。わかった。これそんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティ様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。行こう。どうもな、タルコット。いいえ。
ノクト、買い物は必要な分だけにしておけよ。分かってるよ、お前は俺の母親か。分かってるならいい。よし、カップヌードルか、外でも買えんだな。食材が切れた時の非常用にいくつか買い溜めておくか。じゃ、そのうちな。いらっしゃい。お泊まりになりますか？イリスか。おはよう。ああ、この町の人たちってなんかすごくフレンドリーじゃない？うん、誰でも挨拶してくるし驚くわ。ノクトは特にね。インソムニアはそんなことなかったもんな。Thank you.
何回か聞いたかもしんねえけど、うまいかエボニー。何度も聞かれてる気がするが、俺は気に入ってる。